はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回はハーツオブアイアン4太陽国プレイ続きをやっていきたいと思います。前回まではですね、まあ、主に陸軍系の研究開発を中心に行ってきました。で、今回はその続きになるんですが、まあ、目標の確認という意味で言うと、一応1945年の8月までなんとかね、太陽国独立を守りたいなと、首都バンコクを守りきるというのをね、目標にやっていきたいと思っています。で、世界情勢はですね、すでに日本が、中華民国、まあ、中国ですねに対して宣戦を布告していて、開戦されているという状態になっています。なので、まあ、このあたりはね、しっかりと情勢を見極めながら、できるだけタイはこれらの戦いに、戦争に関与しない、独立を守る、まあ、そういうね、ちょっと面白みに欠けてしまうかもしれないんですが、当面の間はそういう形でのプレーを行っていきたいと思っています。あと視聴者の方からですね、今国家方針主に陸軍系ばっかりやってるけど、工業系に振り向けると工場が作れるようになるよ、工場の空きスロットが増えるよみたいなことを教えていただいたので、今回はね、そのあたりもちょっと見ていきたいなというふうに思っています。早速研究が終わりましたんで、そしたら次はじゃあその産業系、工芸系ちょっと見てみますか。で、生産効率が上昇か、まあこれも良さそうなんでやっちゃいましょう。国家方針の方はどうなってるかというと、陸軍の訓練が今入ってるんだよね。陸軍の訓練が今入ってるんで、これが終わったら次になるんだな。で、産業系っていうところで言うと、工業か、工業ですね、工業系か。工業への注力、早速入れていきましょう。どん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 工場をね、やっぱ作っていきたいんで、今だとスロットに空きが全くない状態になってるんで、6分の6使っちゃってる感じなんですよね。これをやっぱり少しずつ増やしていく、国力をつけていくっていうことはとても重要なことだと思うんで、あとインフラレベルとかもね、随時上げていきましょう。政府の刷新はそうすると、じゃあ工業産業系をちょっと入れときますか。どうしようかな。産業機器製造者をやると産業研究時間がマイナス10か、こっちは電子工学研究時間がマイナス10。工業系入れたよね。工業系はないか、まあ、工業追加するとしたら、まあ、ここしかないんだな。政治顧問はどう、いらないしね。じゃあ、まあ、せっかくなんでクリックで工業入れとこう。研究と生産をどうしようかな。軍事理論家入れるとどうなるの。ドクトリンの研究時間がマイナス7か。陸軍の経験値がプラス 0.5。 マドリード条約が入ったってことで、スペインの内戦が終結っていう話ですね。航空戦理論家、海軍理論家もいらないしな。そうなると軍事理論家ぐらいしか入れるのないよね。で、第4セクターの話が出てきます。で、フランスとイギリスの同盟、さらにミュンヘン協定が入ったと。で、ハンガリーがトリアノン条約を破棄ということで、立て続けにイベントがガリガリ起きてきていますね。特にイギリス、フランスの同盟はちょうどね、その両大国に挟まれている形のタイとしては
すごくすごく興味深いというか、今後の情勢に注意していかなきゃいけないところになりますよね。戦車の設計とかいらないからな。軍最高司令官でいうとどうする？この辺もね、正直言ってもう陸軍に傾倒していくっていうところは間違いないんで、強いて言うなら海軍系なんですよね。海軍系どうしてもね、タイの国力を考えると陸海空それぞれに全てを割り振るっていうのはちょっと現実的に難しいかなっていう感じがするんで、そうならないようにね、陸軍にやっぱり傾倒していくっていうのは必要になるかなと思ってます。でだ、建設のところじゃなくて、研究のところでね、研究のところ、工業への注力がもうすぐで終わるか。研究枠はどうなってる？研究の方もあと1ヶ月で連隊戦闘団が終わりますね。まあ、なんといってもね、今のタイの力を考えると少しやっぱり両大国に挟まれているっていう状況をうまく利用していかないと生き残るのも難しいですからね。まあ、そのためにも少なくても国力をつけるっていうところは間違いないので、これで建設スロットを1追加できるね。民事工場を1つ得ることもできると。よし、早速やろう。でこれで建設スロットが余ったはずなので、軍需工場を建てていきますっていうわけにはいかないのか。ちょっと待ってね、よく見るともうすでにプラス1枠使っちゃってるね。なのでどうにもならない系か。これにプラス1されてどうなるかだよね。今76分の7になっちゃってるんで、味方的にはね、もし間違ってたら申し訳ないんですけど、これで研究が終わるとプラス1されて民需工場が1個追加されるわけだ。で海軍工廠でさっさとね、輸送船も追加して、足りてない資源の貿易で得る必要もあるんだけどな。今だと石油を8、アルミが2で、ゴムは生産してる。タングステンがもうちょっと欲しいんだよね。鉄は8で、クロムが6か。タングステン欲しいよな。タングステンどっからもらうかって話はあるけど、今残りの輸送船が2隻しかないんでしょ。もうちょっとね、輸送船の数用意する必要がありますよね。次は機械化の構成化。これすると電撃戦戦術有効化できるけど、戦車および装甲車の突破力がプラス10か。この辺りは正直言って今ないんで、かつ近々で使う予定もないんで、高額の方に移動しましょう。で建設に注力のところは半分まで来ましたね。師団の数もだいぶ増えてきたしね。もうちょっといったら軍に割り振りますか。2個ぐらいに軍を再編、まあできれば3個かな。フランス国境、イギリス国境、あとマレー半島っていう形で、3つの軍団に分けたいかな。で今タイの方は駆逐艦1隻しか海軍持ってないんで、ここもねちょっと増強を少しはしておきたいなっていうのと、輸送船の確保ですね。今だともう貿易ができないので全然良くない状況ですよね。
行くとどうなるかというと、外交だな、あとはイギリスに接近しておきたいけどな。イギリスにね、接近してしっかり、連合軍へ入る意思をやっておきたいけどな。そしたら次は生産系のところなんですが、集中工業にするか、分散工業にするか、どうしようかな。集中工業にすると、生産量が上がるんだ。どっちがいいんだろうね、このあたりは。いや、集中にしよう。考えてる時間ももったいないといえばもったいないんで。で、国策は次は建設の注力で、建設スロットをさらに追加していこう。で、何を見ていたかというと、政府の刷新ですね。おお、ユーゴがブルガリアを要求ということで、どうだろうか。欧州の方もだいぶきな臭い感じになってきましたね。そうするとスロットが空いたでいい？そうだね、7分の7になったんだ。ちょっと待ってね。ってことは、今民需軍事でいうと、ちょっとこの辺りを見ておくと、そうだな、軍需工場に変えてしまいたいよね、再び。軍需工場に変えよう。軍需工場に変えるけど、軍需工場に変えるのはこの後でいいね。もうすぐ民需から軍需に1個転換が終わるんで、それをした後に、うわ、しまった、バカやったな。これキャンセルとか効かないんだよね。もうちょっとまで行ってたのに、もったいない、もったいなすぎる、バカすぎるな今のオペチョン。うわー、やっちまった、完全にもったいないことしたわ。もうちょっとまで来てたのにね、まあ、今更だな。うわ、もったいな。今みたいなオペチョンは今後やらないように気をつけましょう。弱小国からすると今みたいなオペチョンが決定的な致命傷になる可能性ありますからね。さあ、ドイツのメメル要求が入っていますね。さあ、研究枠どうしようかな。まずは集中工業2を入れておいて、もう一つだよね、生産効率を上げるか、装備転換速度ボーナスが上がるものにするかだけど、ここはどうしよう、生産効率上げよう。いや、本当に軍需から民需の転換がバカバカしいな、もったいなかったですね。まあ、ただ、まあ、ミスはミスでしょうがないんですけど、とりあえずは
輸送船を先に作ってしまうっていう方向にもう変えたと割り切りましょう。そうするとこれ完成するのがいつ？だいぶ先だよな。さてと、建設注力ができたんで次は建設注力に入れたけど、マレー北部シャムでインフラが上がるか。武装化に注力すると何が起きるかというと軍需工場が増えると。うん、これはこれでやっておきたいね。軍需工場入れましょう。で今の兵員の構成なんですけど、どうなってるかというと、今だと支援歩兵が入っていて、残りは全部、歩兵の師団ですね。歩兵、これがガリガリ作られていってるんで、まあこれはこのままでいいかなっていう気がするけどね。自動車化大隊とか無理だしな。訓練をして、まあ、ちょっと経験値を得ておくっていうのも一つの手ではありますけどね。さてさて、これで軍需工場が次一つ増えるんで、軍需工場が増えたらそのラインを使って、歩兵の装備を作るか何を作るかだな。兵員の改正は今見てもらった通りちょっと足りないといえば足りないしね。自動車化歩兵か。移動速度圧倒的に有利だよな、確かに。ただどうなんだろう、生産ラインに耐えられるかって話なんだよな。今だと軍用トラックを作る余裕が多分ないんじゃないかな。チェコスロバキアの運命ということで、政府の崩壊がきっかけでドイツ軍の占領というところですね。で、ゾグがイタリアに降伏。ちょっとここに軍需工場を一つ割り当ててみますか。軍用トラックを入れられれば、まあ、多少なりとも自動車化歩兵が使えるようになるけど、どうなんだろうな。そうなると歩兵の装備を1個減らす。これで軍用トラックがまあ稼働というか作れるようにはなるんで、自動車化歩兵を入れますか、徴兵ラインに。
これで歩兵隊と自動車化歩兵が種類としては作れるわけだな。まあ、まずはこっからだな。そうなるとね、いや本当にね、視聴者の方に教えてもらった工業への注力めちゃくちゃでかいわ。でこれでまた軍需工場1個得られるもんね。そうすると軍需工場で何作る？支援装備使ってもいいんだけどな。軍用トラックに割いとく？とりあえず1個はね、これでいきましょう。でさらにね、出来上がってくるし、生産ラインに追加するっていう意味で言うと、あとはマレー北部で作っている海軍工廠だな。で輸送船がバリバリ作れるようになると、これによって貿易が可能になるんで、足りてない資源を追加して今作れない装備や、その装備を必要とする軍を構成することができるようになりますよね。よし、そしたら一旦陸軍の方に戻ろう。40年のものをそろそろやっていく。改良型アホ兵装備、これを入れていこう。230日かかるけど。で本当にね、そろそろいつ戦争に巻き込まれてもおかしくないっていう感じにはなってきてるし、日本は結構ここでもたもたしてる感じはあるけど、着実に勢力は伸ばしてきてはいるんだな。ちょっと怖さはありますけどね。で軍の編成もしていかなきゃいけないな。師団の数もだいぶ増えてきたんで、まあ、対イギリス国境、フランス国境でマレーの方に全然軍を派遣できてないんで、マレーの方にもね、ちゃんと国境警備の軍を出しておかないと危ないね。はい、ではね、ちょっと一旦今日は短めにはなるんですが、ここまでにさせていただいて、この続きをまたプレイしていきたいと思います。しばらくは工業系に注力をねしていこうかなと思ってますんで、その後どうしていくかっていうところですね。でイタリアが数十国に加盟したか。この辺りも動きがどんどん激しくなってきてるな。軍需工場系がガリ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 強くなっていくっていうのはいいよね。で軍国主義とかにもできていけるわけだ。でインフラがさらに増えて研究枠も増えて、秘密兵器も増えると。実はタイって空母持ってますよね、今は。今はまあ、対戦中空母を持っていた国っていうのはね、それこそ日本、アメリカ、イギリスぐらいが主で、他はもうなんちゃって空母しか持ってなかったようなんですけど、今はねタイも、正規空母持ってますよね。しかも原子力だったかな、ちょっとごめんなさい、その辺は間違いかもしれないんですが、はい。というわけで、ではちょっとね、この続きをまたプレイしていきたいと思いますので、お気づきの点とかあればね、ぜひぜひチャンネルのコメント欄もしくはツイッターの方までお寄せいただければ嬉しいなと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。というわけで今回はここまでにさせていただきます。
はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。